皆さんこんにちは。高校野球 .com の田中です。本日はこちら、愛知県の大府高校へやってきました。昭和26年、1951年に野球部が誕生すると、これまで春夏合わせて7回の甲子園出場。卒業生には巨人で活躍された牧原さんや阪神でプレーしていた赤星さんがいます。グラウンド近くにある OB の名簿もずらりと並んでおり、歴史の長さを感じさせます。甲子園通算7回の出場実績を持つチームの強さは健在で、2021年の夏の愛知大会では準決勝共栄戦で4対7と接戦。その後の秋の大会も3回戦まで勝ち上がり、ベスト16に入ると、2022年の秋季県大会はベスト8入り、愛工大名電と2対5の接戦を演じました。愛知四学4強と称される強豪校とも接戦を演じた実力は、間違いなく春の大会以降も注目されます。そこでまずは、試合当日にひときわ目に留まった主力選手たちをまず紹介したいと思います。この中でも主将竹内選手の働きがベスト8進出には欠かせないものでした。というのも、春から異動でやってきた中島監督の指導方針を伝える際に、竹内主将の働きは非常に大きかったとのことですが、中島監督はどんな指導をされてきたのでしょうか。やっぱり忍耐力は本当に大切だと思うので、やっぱノックをたくさん受ける最後の球際が本当にその夏帯であったり、その公式戦では本当に命取りになってくると思うので、そういうところを意識してそのミスをしないように、その最後の最後まで取り切るんだっていう気持ちでやってます。基礎基本をとにかく徹底することを信条にする中島監督だからこそ、取材日も1時間ほどノックもしくはティーバッティングをひたすら取り組み、とにかく練習量を積んで基礎を叩き込み、選手たちの可能性を引き伸ばす、これが結果として結びついたのが秋季大会のベスト8進出でした。そんな大府といえば、実績とともに歴史が長いチームとしても有名な学校です。選手たちの中でも大府の歴史は意識しているところがあるようです。あ、そうですね、やっぱ、まあ、登校とか下校の方でもおじいさんとかおばあさんとかからやっぱ頑張ってねとか、本当練習もよく見に来てくださってる、まあ、そういうのを大切にして、まあ、やっていきます。
まあ、自分は、家族がお父さんと、お兄ちゃんが、まあ、ここの OB の、野球部出身なので、それは小さい時から見てきたので、もう一度自分の代で、まあ、甲子園に、大分高校で出たいという思いが強くて入学していたので、小さい頃からずっと見てきた高校なので。中島監督も秋季大会前まではプレッシャーを感じながら練習をされていたそうですが、自分の指導方針が結果に結びつくことを証明するためにも、秋の大会はかなり重要視していた中でのベスト8に一安心したといいます。しかし目標は甲子園出場。愛知私学4強をはじめ強豪校は多いです。厳しい戦いが続くことは間違いないですが、最後に選手たちから意気込みを聞かせていただきました。やっぱり自分自身そのまだまだ力不足なので、この冬で絶対自分自身強くして、その春夏で絶対この大分高校という部活をその甲子園に連れていけるように、自分自身も含めチーム全体として自分が刺激をして、自分がこの冬一番伸びていけるようにしっかり練習していきたいと思います。そしてその必ず甲子園出れるようにチームを引っ張っていきます。やっぱキャッチャーとして、まあ、自分があの司令塔として、あの 声を出して、まあ、バッティングの面でも、自分が率先して塁に出て、相手をかき回すということを意識して、これからあの夏にかけて、甲子園で校歌を歌うということを目標にして、これから練習していきたいです。今自分たちの大分高校でやっぱり入って、甲子園で校歌を歌うっていうところが自分たちのやっぱ一番大きな目標であるので、やっぱ愛知県というやっぱレベルの高い私立高校さんや公立高校さんがたくさんいると思うんですけど、やっぱその中でも、まあ自分たちの基礎基本を徹底してやるっていうプレースタイルを糧にしっかりと、まあ、夏の大会で甲子園に出場できるように、日々の練習のこの意識の高さを常に持ってやっていきたいと思っています。ということで、今回は大分高校を紹介させていただきました。チーム関係者の皆様、ご協力いただきありがとうございました。おやすせーどっこしー。なかなかそれに行って